どうも、勝手に電力 2.0 始めたいと思います。今日は第98回目ということで、電力版 Airbnb ということで少し妄想させていただきたいと思います。まずですね、需要家としては今後ですね、もちろんコスト削減って今まであったんですけれども、電力に対してはコスト削減と、CO2 削減というところがどんどん求められてくるということで、需要家としてもですね、どの発電所からどういう電気をもらっているかみたいなところをどんどん気にし始めると思うので、コープレート PPA みたいな話が出てきてます。それで実際発電所との最適マッチングっていうところが少し出てくるのかなと思います。すでにですね、みんな電力さんみたいなところで、このエネクトパワープールのように、例えば RE100 系の企業が再エネの発電所を指定したり、あるいは環境重視の自治体がその再エネ重視の卒フィットの電気を取ったり、あるいは再エネ比率を高めたい新電力自体が実際融通してほしいみたいな絵があってですね、すでにそのマッチングをしようというところで、マッチングの取り組みもブロックチェーンなどを使ってですね、 P2P の電力取引システムっていうのを作られているので、これに似たようなビジネスっていうのがどんどんニーズが高まってくるんじゃないかなと個人的には思っています。でですね、実際に Airbnb を少し思ってみると、実はですね、この需要家と発電所のマッチングということで、実は発電所側にもニーズというのがあって、例えば電力の売上の単価ですねを上げたいだとか、実は電力発電者側もですね、需要家を選びたいというかですね、応援したい需要家っていうのがあったりするんじゃないかなっていうのもあるので、実際にちょっと Airbnb の少し目線で考えてみました。実際にみんな電力さんの方は多分需要家目線の方が強そうかなという印象があったので、例えば Airbnb ですと、宿泊者とその宿泊元の提供者にですね、共に相互評価というのがあったり、宿泊提供者のコミュニティを作るために強化していたり、あるいはその宿泊提供者のですね、実は掃除などそこに関わる付随ビジネスっていうのがどんどん出てきたりっていうところが Airbnb の方で出てくると思うんですけれども、この宿泊元の提供者を発電者と見なしていくと結構面白くてですね、発電者も実は需要家を評価できるような仕組みを作っていたり、あるいは発電者ごとの中でのコミュニティ作りですね、どのような発電所を作っていったらいいのかみたいな、話せる場だとか改善だとか情報共有ができる場を作っていったり、あるいは発電者のですね、実際に O&M だとか、実はその改善ビジネスだとかですね、もしできるようになれば、そのような付随ビジネスっていうのも提供できるような事業者あるいはサービスっていうのが今後面白くなるんじゃないかなと個人的には思っています。以上です。